何この人超強いんだよこれ。お疲れ様でした。あいつ回してんだよ。びっくりした。ジャレスさん。いつ回してんだよ。いやでも本当ドラマ良かったよ。ドラマ違う。ドラマの話。結構違うから。結構違う。テレ朝だから。みんな仲良くしようよ。めっちゃ楽しかった。楽しかった。あこれもな。これもね。なんか。俺も前までそっちやったけど、俺 もうついにベテランやな。汗かいてるじゃん。楽しくて盛り上がっちゃった。もともと俺たちもベテランだったの。あ、そうなんや。そう、ベテランチームだけど、2000年以前の生まれの人、ベテランチーム本来は。あ、そうなんや。今日は特別に茂雄が担当的に。なんか変な感じしたけど、なんか良かったよ。で、やってみてどうだった？いや、めっちゃめっちゃ面白い。でも、はい、ほんま死ぬほど緊張した。しますよね。なんか初めてやったから、なんか、はいライブとは違う、うんね、全く違う緊張感でみんないるしね、なんかえってなったわ。何が一番好きでした？はい、いや俺3つありましたけど、でも年の差メドレーはまあ楽しいですよね。何だよね、うん、チュートルバトルロイヤルもいいよね。行っちゃって別の仕事です。ハマって出ちゃった。ちゃお前はおろ、お前はおろってたから。お前は何こいつ、ね、こいつ出会った時からずっと面白い。いや生まれた瞬間そうやな。なんか聞いたけど茂雄くんジュリロス怒ってるらしい。ジュリどこ行った？毎日ジュリおったの。俺に会いたいらしい。ジュリロスね。毎日俺に会いたいらしい。毎日毎日ジュリおったのに急におらへんのよ。重岡君また来てくれるんですか？はい、いや俺は行きたいよ。来たいけどそれ呼んでくれんのかなっていうか、歌をさせてもっと一緒にデートまたしたいですね。3人で。あそうってか同じチームで一緒に歌ったりもしたいね。確かにね。マゲネスなかなかないからさ。今日違うチームだった。そうそう。楽しかった。本当にまた来てくださいね。あぜひぜひ。すいません。じゃあこれ噛まずに言えたら来れるから。絶対行けるよ。浜田歌謡祭1月12日金曜夜7時ぜひご覧ください。ハッシュタグ浜田歌謡祭で皆さんたくさんつぶやいてぬ。あ10になっちゃったからもう来れません。楽しそう。